日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人でいつかあなたと行くはずだった。春まださい信濃路へ行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの暑さに号をね、私は私はあなたから旅立ちます。あなたを待って私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどの暑さに恩をね、私は私はあなたから旅立ち。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどの暑さに飲もうね、私はあなたから旅立ちます。バラに水をあげてます。毎朝の日課ですね。